先生、お嬢さん。間違えた。みなさんとの輪投げのお付き合いどうもありがとうございます。さあ、それでは皆さんこの中に なんで酔ってた、どうした見に行った。あ、素足危ない。監督素足が気になっても仕方がない。だから皆さんの目の前順番に行きますので、可愛いお写真たくさん撮っていてあげてくださいね。さあ、今日はハニーちゃんのお名前の由来を覚えて書いてもらいましょう。ハニーちゃん、ケープペンギンという種類のペンギンで、お誕生日がなんと8月21日なんです。なのでハニーという名前がつきました。ちなみにハニーちゃんのお姉さんのペンギンさんは9月9日生まれで、お名前をクックちゃんと言います。私ずっと抱っこできてるからさ、あ、抱っこできるんやと思って。抱っこは全然しょっちゅうはいいの。もう一回スイッチ入ったかな。あ、そうですね。なんかショー出る前もあ、そうそう、このまま抱っこって言っといたらめっちゃいいから、はい、から早めに連れてって、肉頑張るかってやっといたら、ちょっと頑張って、肉頑張るかってしといたらやるやるってなるんで、ね、でそこからダッシュして、お調子持ちゃうな私な、やめて。結構先にダッシュしてこういう感じで待っといたら、ハニクがこう胸に飛び込んでくる感じになるから、わーって言って、走れおいでって感じで待っといて、最後ハグすると結構いい。切れるか切れるかまた切れるか切れる切れるのか、大丈夫。偉かった、走り切ったね。よいしょよいしょ、これやってもいいと思う。わかりました。デレデレしてる。偉いな、偉い偉い。後ろ髪変えてプール入った時だけどう上げるのかだけ